フェ買ってもらえる予定だったのが、その人が送ってくれないんだけど、もう買ってくれないってことかな。リスナーさんが強引にプレゼントされて買ってくれるって言ってた。それなくなっちゃったかな。もう買ってくれないのかな、その人。もう。バケットハットさ、1個もハマったらさ、色違いで欲しくなりそうだね。そういうとこあってさ、あのバレンティーノのさ、あのスタッツの靴あるじゃん。あれ1個ハマってベージュ買ってさ、もうあれ、あ、赤、黒、ピンク、ベージュ、白、あともう1個ある。グレーだったかな。どうだろう、気持ちわかるでしょ。ディオールのバケも可愛い。え、絶対可愛いね。でもディオールは絶対高いと思う。色違いわかるよね。ディオールもバケ派あるの、ちょっと見てみよう。ディオールバケ派。どんどん魂が抜けていく。絶対可愛くない、ディオールとか。ハニーちゃん行ってくるね。お留守番しといてな。あ、かわいい。ハニー、お留守番しといてな。ケイちゃん、あの、アイコン設定しないの？でもかわいい。これちょっと布団いいの、このままで。あ、じゃあやるね。畳みな。干すか、じゃよいしょ。部屋汚い。まあ、掃除できないからね。この女掃除できない。ダメだよ、そう干すのは。なんで？通り雨あるかもしれないから。絶対ダメだよ。なんで持ってきてから言うの？畳んで置いとこ。これだけ畳むの？全部だよ。なんで畳むの？畳まないと、うん、基本的に畳んだ方が良くない？そうなの？そうだよね、みんな。ちゃうよ。もう、畳み方、こう言ってこうだよ。頭いいね。頭いいとか普通だわ。つか、ちゃ、この下も畳むから、一回それ、のけてや。よいしょ。うん、で、それも下もやってや。違う違う、だから、今、説明したやんけ。下じゃん、やり方。畳み方も知らないよ、もう。何してるの？何やってるの？掛け布団はそれじゃなくていいんだわ。掛け布団は。掛け布団までそれやってんな。いや、行くか。これいいの？汚いけど。ハニちゃん、かわいい。ハニちゃんだけだね、癒しは。お、ほんと汚いよな。いや、お前んちだよ。ね、氷冷蔵庫入れないのって。こいつやっとくか。でもコード危ないからな。危ないよな、これ。ハニーちゃんかわいそうだな、こいつ掃除させたら。危ないよな。ご飯あげたよ。あんこの水あるよ。うん、入っとるわ。ちょっと入れといたらか。少ないか。これ水入れたって。そしたら少ないわ。うん、水変えたって。クーラーはつけっぱなしで。で、犬用の器も買いに行く？ちょっとペットショップ行って。ペットショップ行って器聞いてる？うん、買いに行くわ。じゃあ帰り、ご飯食べて。財布持った？うん。
しっかり俺の財布だけ持ってるもんね。え？財布だけは持ってくれるもんね、いつも。俺の財布だけいつも持ってるんだよ。携帯持った？もう一個。ケイちゃん、そんなのエルメスなんか連れてけないよ。プラダの6万のやつだったら、まあもう出演料でなんとかね。皆さんよかったらね、携帯もう一個、お茶バッグ100が1個しか飛んでないんで、よかったらあの無料のお茶だけでもいいんで、よかったら皆さん見るだけって。でもさ、見たら欲しくなっちゃうよ。あ、ありがとうございます、ヤリさんも。あれ違うことだけど、あ、皆さんね、あのレベル50のくせにやっとサポーター1万人いったんで、皆さんね、ありがとうございます。サポーターになっていただいて、やっと1万人になりました。はい、であのツイッター飛んでもらったら、あのまゆのアカウントもあるんで、皆さんお願いします。あ、まーちゃん、いつもありがとうね、まーちゃん。サポーター辞めました、その理由は？バッグぐらい持ちなよって。あー、そういうことか、この子に言ってんのか。まあいいわ、俺も最近ちょっとお腹すいた、どうしよう。あんちゃんお皿ね。皆さん、車も修理するお金ありません。タバコ持ってきてあげるわ。車も修理するお金ありません。すいません。どうしたん？あの、もともとここに止めてたんだよ。ここに車止めてて、これが死角になってて、ここにぶつけたんだよ、ガリガリと。ここにで一人友達にぶつけられて、もう一回自分でぶつけた。でこの前これ電柱にすりました。もうボロボロで、これもぶつけました。ダメだ、うん、警察呼んだよ。だからプラダの財布買ってる暇ないんだよね。見ついてる暇ないんだよね。入選順位がバカ。お茶爆100、ありがとうございます。誰がくれた？まーちゃん。あ、スタバ大好きさん、ありがとうございます。エアコンで冷やさないと乗らないんだよ、この子。閉めて、乗らないなら。冷えないから。うん。どんだけ手かかるの？暑いじゃん。こう冷えるまで乗らないんだよ。お嬢様だから。マイプリンスだから。もう冷やさないとダメなんだ。もう置いてくか？よく考えたらさ、ブランド大好きだけどこの車乗ってることが恥ずかしいよね。どうなの？この車乗ってることは恥ずかしくないのかな？ボロボロの車。恥ずかしくないの？この車ポコポコだけど。うん、恥ずかしくない？ゼロワンらしくない？ゼロワンらしい。
熱暴走しちゃうから、マイプリンス持っといてくれる？何プリンスなの？ん？プリンセスでしょ。マイプリンセス。あ、いいよ。ここに当てて。そうじゃなくて。ここに。いや、本当直す金ないな。扇風機ついてるから、この上でいいよ。なんかうまくできない。もっといける？手が楽なよ。あ、これいい感じ。いける？うん、大丈夫だよ。これ、見やすいか？普通なら、いや保険効かないって言われたんだ。対車じゃないとダメだって。ちょっと待って。ちょっと事件。事件です。電話していい？それ事件だわ。やべ。何それ見せて。何？何？見せてっての。大丈夫。見せてよ。誰電話するから。誰？見せてっての。大丈夫。あ、じゃあもういいね。何？じゃあもう自分で持ってこれ。この前告白されました。大好きだよって。で、見せ、あ、で見れな、見せれないもんね。別に後から見ればいいじゃん。大好き。見せてっすよ。何？見せて。この子だよ。可愛く撮れたから送るねって来たんだよ。見せてっすよ。可愛く撮れたじゃん。大丈夫。そんな嫉妬するの？嫉妬やめてね。うん。どうする？ん？しきちゃんはいい。配信者で。で、プラダのどの何店行くの？本店？本店行くの？銀座の本店？プラダの銀座の本店？入れるの？それ普通に、うん、行ったことある？みんな俺ね、実は銀座そんな行ったことない。あ、ねえ、ゼロワン銀座の近くさ、築地だよ。だからご飯、そう、食べないって言うんだよ。築地の寿司ざんま美味しいんだよ、本店。プラダ銀座店本店行ってくださいって。ちょっとケイちゃん来てくれない？ケイちゃん今から来れない？そしたらあれプレゼント持ってくるで。ちょっと来れない？配信映さないよ。来ない？ケイちゃんちょっと、うん、ね、疲れたら30分ぐらい。うちのガチリスさんだからケイちゃん見せれないけど、いろいろお店紹介してもらおうかな。詳しいから配信には映さないよ。ケイちゃんはリリー枠でかなりゼロ番をディスってたぞ。そんなわけないじゃん、うちのゼロリス代表なのに。一緒に入って店員さんに怒られそう。だから顔が知られちゃってるんだよ。だからゼロワンとはちょっと行けないでしょ。店員さん時間差で入れない？渡したいものあったんで、ちょっと渡せていけない。
まあ、いいか。まあ、ディスってはない？お前、大魔王さ、嘘ばっか言ってんじゃねえぞ、てめえ、この野郎。銀座のお店とか行ったよ。お前、次 NG な。NG しないでよ。最強のんじる推し大魔王さんさ、ちょっと眉に優しいから。ディスると、意見は違って、最近ゼロワンちょっと、ないよねって、それディスじゃねえから。最近ちょっと女にのぼせてるよねって、それディスじゃないじゃん。事実じゃん。そこな、履き違えるなよ。てめえ。てめえ、まさつぐの、録画でも見とけや。大魔王。地獄に落ちろ。心配してる？ちょっと、ケイちゃんに言って最近、アイテムも投げてくれない？マユのせいだね。いや、そうじゃなくて、ちょっと言って。マユのせいだから。いや、一言言って、ちょっと、彼女として。至らないところがありますけど、うん。ゼロワンのこと、見放さないでください。うん。今のはいいんじゃない？彼女として至らないところはあるけど、うん、今のは伝わったんじゃない？ゼロリスさんに。だから前本当は、うん、ゼロワンのリスナーと仲良くしたいのは本心だから、うん、仲良くなりたい、うん、